はい、ということで今からちょっとスターバックスに行って勉強しようかなというふうに思います。で、見てください、ここの周り何にもないんですよ、超田舎。でも緑が綺麗ですごい僕は好きです。別にね、この緑の方、芝の上歩いて行った方が早いんですけど、今日はちょっと時間があるのでバスまで普通の道で行きたいなっていうふうに思います。で、皆さん一昨日の動画見てくれましたか？継続することはマジで大変やと思うんですけど、まあ、続けてたらね、いつか必ず、まあ、報われる日が来ると僕は思うんで、まあそれを信じて頑張りましょう。アイルランドはとにかくバスがちゃんと来ないので、今日もほんま9時半のバス乗ろうと思ってたんやけど、なんかまあもう9時45分ぐらいやし、なんやかんやで全然来ませんバスが。で、今日からホストファミリーのところにフランス人の子2人がホームステイに来るらしいんで、今日から新しい仲間が増えます。すごいちょっと嬉しいです。英語喋れるかなっていう不安はあるんですけど、まあ気楽に頑張りたいですね。なんかアイルランドの交差点ってこんな感じなんですよ、環状交差点、日本でいう。すごい面白い、こっちに来ての新しい発見です。マジで緑、一面緑、マイナス4が。で、見て、今日晴れてるの。晴れてる日ってアイルランドめっちゃ珍しいんで、ちょっとテンション上がってます。こんな簡単なことでテンション上がれるのがアイルランドの魅力の一つです。みんなぜひアイルランドに来てね。あとちょっとで着くんですけど、続きはまたバス乗った時にお話しします。じゃあね。はい、ということで僕が乗るバスが来ました。バスは合図をしないと止まってくれないので、こんな感じで合図をします。
はい、ということで昼ご飯は、マクドを買いました。いつもマクドばっかり行ってるんですけど、やっぱり安心と信頼マクドですよね。やっぱりなんかそんな感じが、やっぱりどこで食べても味が変わらないので本当に美味しい。ということで今から語学学校の方に向かいたいなっていうふうに思います。ちなみに街はまあこんな感じです。1階建てのバスの下に、まあ、アイルランドっていう感じです。はい、ということでもうすぐ学校に着きます。これが学校です。まあ、すごい入り口が学校っぽくなさそうなんですけど、ということでまたこの後後編でお会いしましょう。